太陽系の皆様、本日も誠にお疲れ様でした。今日もとても農作業としては、くたびれて帰ってきました。もう腰が毎日痛くて、これはこれでね、口には普段あんまり出せないけど、まあこれもね、大変だなと思いながらね、やってみますけどね。だけど一生懸命やってる時の疲れとかはとても心地よい疲れだなとは思います。でも時にはいやいやながらやったりして、それで腰とか足とかが痛いと、こんなにね辛い思いしてね、なんで僕たちは私たちはやってるのかなとか、潰れそうになっちゃったりすることもあるかもしれないですけど、ちゃんとに毎日水分を取ったり栄養摂取とかをして、また力をやる気とかね、力を取り戻して明日に挑んでいければね、それが、まあ、気づかないけど幸せの一環なのかななんて思います。で、先日もねちょっとねやったんだけど、ねまたね子供たちと、まあ、長男と二人でね、牡蠣をね、海の、貝の牡蠣を買ってきて、それで鍋にね入れたりして、しゃぶしゃぶ状態にするんですかね、しゃぶしゃぶみたいにこう、こうお湯の中に突っ込むことをしゃぶしゃぶって言うんですけどね、よく僕も分かんないんですけど、しゃぶるからとか、ちょっと意味が分かんないけど、そういうことをやってポン酢をまたつけて、食べています。この牡蠣の中には、まあ普段陸上ではあんまりたくさん取れない亜鉛とか、水銀とか、水銀は、まあ水銀もそうですけど、特殊な物質、まあためになるものが含まれているということで、それでたまにはね、この間も言ったんですけど、息子にね、女もそうだけど男が生きるのに必要な栄養素っていうか、そういう要素がこの中に多めに含まれているので、定期的に食べられるといいねなんつって、こんなことを言いながら、まあ、買ってきてやっています。どうしても海がない地域だと陸上にはあまりない、栄養素っていうのは、取りにくいのでね、そういった時に海の近い人たちが取ったこう海からの、産物、そういうものを、摂取する必要があるかなって思います。それには海の近くにいる人たちとも仲良くしてないと、これ譲ってくださいとか言っても多分嫌ですなんつって、知らない人には譲りませんなんつってね、そういう顔をされるかもしれないし、だからいろんな地域の人たちと仲良くしていれば、自分のところにないものは誰かにお願いしたり、それでそちらの方にないものは、じゃあこちらのものは提供しますよとか、そういう関係が、作られるんじゃないかなと思って、そういうつながりっていうのが、まあ地球だけではなく、この宇宙にもね、必要なのかななんてね感じました。それで今日は黄色いねライフガードっていうね飲み物を、晩酌の後ね今飲んでるところですけど、
このライフガードっていうのも昔からあるあの飲み物ですけど、なかなか懐かしい味がしますね。あのメロイエローとはまた違う、うんうん、あのなんだっけ、ドクターペッパーの次の次くらいに美味しいなってね思います。で、人が美味しいなって思うのはね、やっぱ体がね欲しいものが入ってる場合が多いのかなって。あの最近ブドウ糖をあんまり摂ってなかったから、ブドウ糖入りのこういったものが美味しく感じるのかな、ね、飲みすぎると体が今度もういいやなんですって飽きちゃったからもういいやなんですってね、正直に教えてくれるし、うん、そういうのが素直に受け入れるとね、そういうのがいいなと思います。それでこういうのもね、たまにね、海がない人たちからするとごちそうなのでね、こういうかわいい猫とか貝ですか、これは、うん、こういうものも時にはかわいいけど食べなきゃならない時もあると思います。でかわいいからって言ってね、飼うだけじゃねダメなんですけど、本当に一匹一匹の命を我々はいただいているので、一個一個に心から感謝をしながら我々は、いただいて、命をいただいて、それで毎日を頑張っていきましょう。本日も誠にお疲れ様でした。以上です。